民主党の蓮舫代表代行は BS 朝日の番組収録で年金情報の流出問題を受け国会で審議中のマイナンバー法改正案を廃案にすべきだと述べました新たな課題が出てきたのでこの法案は一旦廃案にしてその個人情報漏えいの部分をもう少し厚くする形でそして政府も出し直したほうがいいと思いますし場合によっては我々も考えて提案方をしたいと思います 蓮舫氏は年金情報流出問題で国民に不安があるとして個人情報対策を盛り込んだ修正案を検討する考えを示しましたまた来年1月のマイナンバー制度のスタートも遅らせるべきだという考えを示しましたさらにマイナンバーに金融機関の口座番号などを結びつける改正案には賛成できる状況にないと述べ 衆議院での対応とは逆に、反対に回る可能性を示唆しました。